先月の大雨で開催が延期されていた伊豆沼の若柳会場のハス祭りが今日から始まりました伊豆沼のハス祭りは先月23日から開催される予定でしたが先月中旬の大雨で沼の水位が上がりハスが水没してしまったため若柳会場では開催を延期していました今もハスの花は咲いていませんが それでも遊覧船に乗りたいとの声があったことから祭りの開催を決めたということで佐久間豊一島は日本一の馬ですからぜひ、まあ、ねあのそのサイトランバまで来てもらいたいしまたこういう現状でもよければぜひ来てもらいたいということですね。 伊豆沼のハス祭りのうち、若柳会場は28日まで開催、ハサマ会場は中止、月立て会場は開催するか検討中ということです。